はめろん。はい、秋田でーす。今日はですね、秋田ソロ企画なんですけども、Cメロチャンネル、まあファミリーチャンネルなんですけど、まあちょっといろんな部類にもちょっと挑戦してみようかなと思いまして、今回ね、大食い企画と題しまして、ターゲンダッツ1キロ食べようかなと思います。正直ね、アイスの1キロはいけるだろうと。余裕をかましてるんです、僕は。しかも、ハーゲンダッツよ。美味しいじゃん。もう美味しく食べれながら1キロなんてもう一瞬で食べてやろうかなと思うんですけど、その前に、ちょっとお腹が弱いんで、伏線を貼っとこうかな。これ、ビオフェロミンを飲んどこうかなと思って。どうせ終わってから飲むことになるんで、だったら最初にこいつを飲んでね、胃腸を整えとこうかなと思いまーす。これでも。メロンフォーラ。では、ハーゲンダッツちゃん、カモン。はーい、やってきました。10個。見るとそうでもなくない？なんなら俺、20個でもいけんじゃねえかと思ってるもんね、今。今回ね、用意したね、アイスね、ハーゲンダッツ2つと、クッキー&クリーム。これね、3つある。クリスプチップチョコレートが1個と、グリーンティーが3つ、ストロベリーが1個。まあ、20分ぐらいあれば食えるんちゃうって思う。では早速1個目から食べていきまーす。じゃあマカダミアナッツからいこうかな。これ見て、アキラスプーン、アキラスプーンでね、ちゃんと食しておくから、いただきます。うん、うまっ。余裕だろうな、思った。でもこれ大食いの人ってさ、取ってる時食べんのかな。なんかもう食べるのに必死で食べれなくない？仕事から帰ってきて撮ってるんですけど、僕これは夕飯だわ、完全に。僕普段ね、あんま食べないんですよ。めっちゃ小食ってわけじゃないんだけど、人並み程度かな。男の人ってなると、なんか夕飯とかもさ、ご飯3杯からおかわりしたりとかさ、そういうイメージなんだけど、本当になんか丼にボンってご飯盛ったら、それで垂れちゃうし、ラーメンとかもさ、あの替え玉とか、1回はするんだけど、死なんだよかったなって思う、途中で。だからこの企画やるってなった時に、シータにさ、食べれんのみたいな。またなんかあの企画倒れしないって言われて。まあ、いけるっしょ。ハーゲンダッツやで。まあ誰も10個ね食べれるなんて思ってないでしょ、うちの人たちは。いけんだぞっていうのを見せちゃおうかなと。10個に食っても変ないんだけど、どうする？まだ1個目ですよ、やばくない？そうこうしてるうちに1個完食。これやばいわ、1個食うのに10分かかったよね。食いくれるよ。2個目、グリーンティー。いやー、抹茶か、いいセンスしてるわ。美味しい。抹茶無難にうまいな。まだ大丈夫よ、まだ大丈夫、まだお腹は大丈夫、全然。まだ美味しいし、美味しくいただいてるもんね。まだなんかね、寒い。重いね。3個目ね。これでね、今3分の1か。ちょっとハートみたいじゃない、ハート。かわいい。うん、おいしい。今すんごいね、うどん食べたい。4個目、クリスプチップチョコレート、いただかせていただきます。ヌブチンコみたいじゃないこれ。これもね、めっちゃ好きなんですよ。
でも今ね、スプーンを刺したくないの。何回も言うけどね、満腹とかじゃないのよ。ずっと甘いの食べてるとさ、もうだんだんしんどくなってくるやん。もともと甘いのあんま食べないから余計なんだけど、寒いやね、そういうことよ。まあちょっとじゃあこの辺でね、最近のね、僕とシータの出来事とかも話そうかな。つい最近なんだけど、もう僕美容院行って、ベちゃんがネイル行くってさ、二人で名古屋行ったんですよ。もうすごいで、前の日の夜途中から一切口聞いてないの。あの夕飯食い終わってこうダラダラするタイムがあって、なんかテレビ見たりとか、途中ぐらいから無口なんで、僕がですね、その部屋のこのソファーでねゴロゴロしてて、そのまま寝てしまったわけですよ。ここ で朝方5時過ぎとかパッて目覚めて、やべえと思って、とりあえず寝室戻ろうと思ってさ、寝室に行ったのよ。でもまだ起きてたんだけど、彼女は。でも俺も眠いやんか、寝るやんそのまんま。でさ、まあ、朝起きて、まあ、病院と寝る予定があったで、車で向かうやん。行きの車、もう起きてたの仕事もしゃってないの。すごくない？でね、いやこっちは病院だからカットだけだし、でも寝るってさ時間かかるやんか。その間にさ、最近あのシータンが生食パンにハマってるからさ、名古屋の松坂屋になんかちょっと美味しそうな生食パンの店見つけたでさ、買ってさ、それ渡そうと思って、でまあ車にシータンが戻ってくるやんか。わかって、喋んなよ子供。なんか大丈夫かなと思ってこのまんま、でも心配になっちゃって逆に。でまあ帰りの車も一言も喋らず、お互いすごいなんかこう間にこう真っ黒なオーラがあるんやろうなみたいな、ほんとそんな感じだったの。で家着いて帰ってきて、半日ぶりに発した言葉、買ってきたお土産やつ、ありがとうおはぎちなみにこれ最近の、めっちゃ最近の話な、なんなら昨日の話じゃない。逆になんか聞いてみたいよね。いやこれみんなと一緒に原因追求してんの今俺は。なんでなん、逆になんでやと思うの。いつもさ、こうなんかさ、ブーちゃんはさ、こう勘が鋭い部分あるからさ、あ、ここで怒ってるんだろうなとかさ、あ、ここで多分機嫌悪いんだろうなって、なんとなくわかるじゃん。ここでまず寝落ちしたやん俺。うん、それやろ。惜しいな、三角ぐらいする。なんでなん。その日ハーゲンダッツの動画を撮るって言ってたじゃん。うん、お風呂入った時にも今日撮れる？おお撮る撮るみたいな感じでやってやん、うん、こっちは撮ると思うやん。でその頭でおるから洗い物とかもう終わらしていつでも撮れるようにしたわけじゃん、うん、一向に準備始めないじゃん、うん、全然仕事だったし、疲れてるんだったら疲れてるで、まあ次の日撮るわとか一言あればいいのに、準備することもなく勝手に寝やがったやん、うん、でそこにちょっとこっちイラってするよ、うん、いやあのアキラの悪い癖じゃん、できもしないことをできるできるってさ、ちくちくやんねみたいな、そういうの嫌いなんだよね。こっちだけやろうみたいな、マジで嫌いなの、本当に嫌いなの、ちょっと嫌いっていうことが。ああうん、もうちょっとさ自分の性格分かろうよ。なるほど、うん、できもできるっつったらダメだよ。できるのそれ、アイス10個え、そんな来ないで今頑張ってたから俺怒られてるうちに完食。これでも言うて 50-50 だとしてもよ、肩から見た時に俺が謝るもん俺あんま謝ったの聞いたことない。終わんないよそうしないと。違うよ、だって地位が正しいんだもん。わかる、このさ俺ね、自分のね母親もそうなの、私が正しいみたいな感じな一緒なの。いやめっちゃ話し合うと思うんだけどちなみにみんな見えてないけどさ、カメラ台でリュウたちさ完璧にさ待機してるそうやで、俺スケット使ってままだから遅い遅い、何だろう、重いもんね意外に。ごめん、これはやばいな。
折り返し地点でマカダミアナッツが。とりあえずこの辺で助っ人1でも使っておくか。お願いしたい。いただきまーす。俺もこれハーゲンダッツ1年ぐらいいらねえわ。だってもう今全然さ、いや美味しくないとか言わないよ。もうなんか最初と全然この感動が違うもんね。ラーメンを4杯ぐらい食った感じの気持ち悪さ。満腹じゃないけど、もう無理みたいな。スナックナッツ食べてみて。これさ、食べてみてよ。よく食べた。完食。チーン&クリームって食べたことない。一回食べてみて、これ。もうね、すんごく甘いの。すんごくスイーティー。あ、おいしい。甘み。バニラだね。これ1個でよかった。マジで。こんな。これ好きなんだよ、でもこのマカダミアナッツ味。やっと半分ぐらいだ。おいしい？うん。まだ余裕？まだ余裕。まともよくあるよ。甘いの苦手だもんな。しょうがない、これは。やる前、自信あったやん。いや、絶対。できると思う。俺はやっぱ話しとったらいける気がするんだけどな。ナゲットだってあるやん、15ピースのやつ、マックのあれ食えるもん。別の自信出すのやめて。姫2個食べとんの、今2個食べとんの。食べるかやつ。別に嫌やもん、アイスで。今やばいもん、なんかこの辺にいるもん、アイスが。顎にアイスが重かよ。もうなんか口から出てくるボーダーラインを超えてきてる。でも秋田の3個目ぐらいはまだ余裕だったよ。4個目までは全然余裕だったね。はってなってもう逃がさないで。でもなんか体内に酸素入ってこないもん、アイスしか。はい、酸素入ってなかったら死んでるよ。えらくてやだよ。おっ、完食。ごちそうさまでした。今日は任せたよ、俺に。ありがとう、真姫選手。あと残すはね、いちご1個なんですよ、ストロベリー。ちなみにね、この人いちご好きなんですけど、ハーゲンダッツのいちごは多分食べたことないんですよ。いただきやす。いや、どう、うまい。これはこれはって言わないよ。毎回言うよ。言わないよ、これはって。な、言わんの。あきた、これうまいわ。うまい。うん、見てこのなんかも知りだったまかでもないです。このナッツが飲んでるやん。もうこれ見て、これ食べたらもう終わりだからね、10個目。腹立つ。腹立つ。ありがとうね、みんな。ありがとう、ありがとう。10個おかげさまで食べれたよ。はい。これにてね、ハーゲンダッツ1キロチャレンジ終了でございます。アイスはね、全然いけるよ。ちなみに、まあ、これ全部食べ終わるまでに1時間ね、47分でございます。まあでもハーゲンダッツに勝ったかなって感じ。もうやんないけど。はい、って感じで、よかったらチャンネル登録と高評価よろみろー。バイバーイ。いやでもあったんが食べてもさ、6個だからさ、姫3つも食べた。まあ1個がさ、ママ情報によると、まあ110g だよ。でことはアクタン660g しか食ってんねん。俺思ったもんだけど、俺ハンバーグもマックス670g しか食えない。無理だった。人間って決まってるんだね、やっぱり。俺今日この後ビール飲もうかなって。何もいらないんだよ、もう。何もいらない。気持ち悪いもん今。胸焼け、胃もたれ、最悪だから。一人で友達が
友達はトイレ。どっちやそれからの。君とトイレ。って感じで、アリーデベルチ。